今回は「速さは全てを解決する」ゼロ秒思考の仕事術を紹介します。本書では驚異的な仕事量を可能にする哲学とノウハウを詳細に解説しています。 好循環をを作るる。工工夫夫の仕方を工夫する PC での単語登録を200から300するホワイトボードを使った超効率的な会議術といった実践的な内容は読者の生産性を何倍にも上げてくれるはずだ仕事のスピードアップについての本は多いがブラインドタッチやメールの処理方法単語登録 ファイル名の付け方などの基礎スキルについて堂々と書いている本というのは珍しいのではないだろうか読んで実践したいと思った部分は以下の通りメモ書き昨年挫折したがゼロベース思考フレームワーク作成の練習アウトプットイメージ作成アプローチ再利用可能フォルダーファイルの作成メールをカテゴリー別 日付順に一括保存日付をファイル名の先頭に YYMMDD の形式で付ける特にメールをカテゴリー別日付順に一括保存が自分の仕事のやり方を大きく変えそうな気がしている著者のセミナーには何度か参加しましたがたくさんの気づきをいつも与えてくれます今後も期待しています以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。